でこの田浦島でですね、昼と夜を逆転させる歌を歌うのがこの踊ってるこいつみたいなんで、ちょっと話しかけます。魔法の踊り、リズムさえ思い出せば完璧に踊れる風の歌を。じゃあまあこれに近い何かなのかな。じゃあなんか取り出せばいいのかな。トントンパ、はい、ということで昼夜の歌を歌いました。まあこの人の踊り通りに一応ね、右左下っていう順番にやりました。いやまあ覚えたから、結局風のタクトで振らないと意味ないってことじゃないのかな。どうだろう、船の上、昼夜の歌を歌いました。あー音、はい、いきなり昼夜やる、逆転しました。しばらく夜になって朝にはならないかな、このまま。それならばいい。月が見えない、どこだ月、月ん？本当に上にあるんじゃないの？もしかして。上を見るときはどうしても、こういう風に遠くから見れないからね。雲がいっぱい隠れててわかんねえな。まあまた昼に戻して夜にや、ね、戻すて手もあるんだけど、ね、何回でも昼夜ね、逆転できるなら。まあいろいろ言ってみればね、わかるんだろうけど、いずれかは幽霊船見つけられると思うけどね。いろんなとこ、ハヤテの歌でこうかな、こうかなみたいな当てずっぽでやってみてもいいんだけどね。お、あーなるほど、こういう風に光ってくれんのか、満月だからっていう感じ。 OK、 じゃあ E の1番に言います。黙祷。とりあえず入れればいいんだけどね。幽霊船の入り方が分かんなくて立ち往生しそうな気がするんだよね。それで明け方になっちゃってみたいな。あれもう明け方になってない？大丈夫？
それっぽいのある。うわうわ、天候も悪いね。はい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 、見つけた、これだ。あら、消えちゃう前に入んないと。よし、来たぞ。あ、もう消えないよね。普通に敵と戦ってきゃいいのか。まあ、やーっぽいね。なんか乗り移った、幽霊が乗り移った。いいな。なんか追いかけてくる。知らぬ間に全回復だな。ああ、もうそのまま、そのままあったわ。そんなに奥深いダンジョンじゃなかった。オッケー。すぐ戻されるんだ。そこも朝だもんね。オッケー、よし、ついに全部揃ったな。さあ、ラストダンジョンに向けて、ついにこのシリーズも佳境に差し掛かってまいりましたね。で、ラストの、まあ、400ルピーぐらい使って、チンクルで、マップ解読してもらって、ラストの、ダンジョン行きましょうか。まあ、もうすぐ行くつもり。もう、だってハートも満タンだしね。もうこれ以上、あげようがないから。最後、ハートのかけら使って、もう一個ぐらいハートを増やしたいんだけどね。結局見つからないままだったな。
もっといろんな島、まあ、巡ってもよかったんだよね。ラストダンジョン。行こうかな、これで。とりあえず南西、風向かしといて、とりあえずブロロ島に向かって、これ故郷だよね。ああ。裏側かな？うん、来たな、裏側。裏側まで行こう。ちょっと過ぎた。そして、かぎ爪ろう。はい、ラストトライフォースかけら。これで全てのかけらが揃いました。急に輝き出すのかな。これでお前の集めてドライフォースは完全なものになったぞ。で、どうすりゃいいの？お前の持つはドライフォースはすでに完全なものになっている。神の塔に向かい入られるものです。はい、わかりました。神の塔、どこだっけ。まあ準備はいいか、もう。まあ、とりあえず神の塔行きます。故郷もさよならな思いで。まあ、おばあちゃんにも会えたし、いいでしょう。トライフォースのかけら手に入れるときに、まあ、すでに会ってますからね。さあ、神の塔へ。宿る自分の手に。勇気のドライフォースがお前を真の勇者だと認めた証。ま、風を操り海を駆け、冒険の末に神の力を宿したお前は差し詰め、風の勇者というところか。風の勇者ピッタよ。さあ行くぞ、ハイヤル、そしてゼルダのもとへ。風使いなんだ。まあな、ブーメランはあんな高確率でキャッチできるわけだから。さあ、久しぶりに来ましたね、ハイラル。まずどうすりゃいいの。ゼルダ。なんか、あ、なんかいろいろぶっ壊れてんな。ガノンが暴れたか。ちょっと気がかりだね。行ってみよう。ここだよね。ゼルダ。顔変わってたりしないよね。あ、よかった。ん？なんか変装してた。どうした？浅はかなものだな。城の中なら安全だと思ったのか。我に魔力が宿って今、お前たちにとって安全な場所だと、もうどこにもないのだ。ゼルダは確かに叩いた。お前はここで眠ってもらおう。うわぁ、やばい、やばい、やばい。いきなり強敵だな。中ボスレベルだね。さあ、いきなり来ましたね。さあ、フル装備で戦おう。
爆弾と矢でとりあえず、まあまあでもこいつはこいつら剣だよなやっぱり、ね、何度も戦ってきたんだからって思うけど、あくまで何度かやってきただけだから、ね、うまいことやってきただけだから別に大して剣の技術は磨いてきたわけじゃないから。やばいやばい、死にそう、もう死にそう。とりあえずこいつ倒して、やばい、いや普通に強い。スープ飲もうかな。OK、力だけやもう宿ったし、ここじゃないのかな、実際行かなきゃいけないの、ラストダンジョンみたいなのはあるんじゃないかな。そうか、今まで行けなかったここか、ここがラストダンジョンなのか、ここ確かせき止められてたよねさっきまで。さあこれですか、結界みたいなのと、うん、取れんだね。行きましたな。さあクライマックスへ。なんか普通な場所に見えるけど、あ、いきなり敵がいる。とりあえず道なりでいいのかな。無視していいのかな、この辺の敵は。あ、はい、いきなり落ちた。よし、いけた、やっといけた。
通に進めばいいのかな。そう、来たらすんじゃん。なんだろう、何が足らんの。なになに、いっぱい道があんな。え、敵がいるとこはまずちょっと放置。敵いるな。とりあえず次のエリアまで行くか。ダメだ、分かれ道も多すぎて。むずいなよし、なんとかいけた。なんか続きがあってほしいよね。合ってんの。うわー、なんかミスったか、変なとこに連れてかれた感じはある。持ち物なしってわけじゃないのか。
まあ前のボスの倒し方と全く一緒みたいですね。だとりあえずこれで1個、ああなるほど、1個完了したみたいな感じで、まあ、1個ずつ進んでいくしかないっていう感じですね。だからその当時持ってた武器しか使えないみたいな、そういう判定はまあありますね。じゃあ戻ってきたので、あれを回しまして、はい、乗ります。ええ、ちょっと、行きましたね。